どうも、お酒を二十歳になってからマーサヨンです。こんばんは。はい。昨日は2時間のですね、ライブ配信、たくさんの方お越しいただきまして、ありがとうございました。はい。昨日は歓迎会かな、歓送迎会、会社のございまして、久々外で飲みました。地元のね、焼肉屋だったんですけども。その後、帰ってきて、酔っ払いながら、飲みながら配信ということでね、いろいろ白熱したこともありましたし、かなり語ったので、もしよかったら、今日アーカイブね、残してるので、ラジオ代わりに垂れ流して、聞いていただければと思います。ライブ配信はね、本当にこう、タイムリーでね、いろんな人の意見を交わすことができるので、貴重な場ですしね、私も楽しいので、はい。本当あっという間にね、時間が経つものだなと思って。はい。で、今日はですね、父の日で、今日はちょっと実家に帰ってないんですけど、父の日プレゼントで、毎年お酒を買うんですけども、地元の酒屋さんを探してですね、行ったんですけど、そこにですね、ツイッターでは上げてるんですけども、芋焼酎、お前はもう死んでいるっていうね、ラベルがケンシロウなんですよ、ね。お前はもう死んでいるっていう渋い文字が書いてあるんですけども、佐賀県の芋焼酎ということで、ケンシロウをイメージした黄金千貫っていう、さつまいもかな、のすっきりとした飲みやすさは、まさに芋焼酎界の救世主のような誰にでも愛される味わいに仕上がっていますということで、原材料さつまいも、米麹、国産米ということでアルコール度 25%、 蒸留方法が蒸圧、内容量 900ml ということでございますけどもね、さつまいも使った焼酎、芋焼酎って、ちょっと癖があるんですよ。甘みがあったり、でも僕これ美味しいです。好きですね。黒霧とはまた違った、ほんとすっきりとした感じで、ちょっと衝動買いしちゃったんですけど、お前はもう死んでいる、はい、ぜひよかったら皆さんね、買ってみてください。そこの店にもね、あと黒霧島のエクストラもあったので、今度ねそれも買って、やりたいと思います。はい。で、今日はコメント返しからいきたいと思います。狼の部屋さん、ありがとうございます。こんばんは。質問ですけど、マサヤンさん的に新楽に合う戦法と理事と一緒に使える武将は何ですかという S1 で無課金ですということでございますけども、はい。新楽もね、理事もS2 以降スタートダッシュテンプレに入ってますけども、開始からも使える、強い武将ということでございます。はい。何よりコストが低い、どちらもコスト2なんでですね、はい、まさにね、リジュと新楽は同時に使ってもいいと思います。で、例えば本営にね、核とか、そういう策略系の武将を置いて核、そしてリジュ、新楽とか、 S2 だったら例えば弓両夫、新楽、リジュとか、そういう編成で一軍として最初はね、使ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。新楽はね、弓武将で、回復系の武将なんですけども、舞台の、コンセプトによっていろいろ変わってくると思うんですけども、策略系の武将、戦法だったら何でもいいんじゃないですか。攻撃系、水遁とか、ホムラね、焚き火、まだ、分身だったっけ、読み方把握してないとか、ああいうのもつけてもいいし、弓部隊だったら核翼とか太刀筋 のテンプレ隊でありますけど、そういうのをつけたり、補助的なものも入れていいと思いますし、敵のねデバフ、何でも汎用性はすごい高いので、部隊のコンセプトに合わせてつけたらといいと思います。つまりリジュと一緒に使っちゃったらいいんじゃないかな、リジュとね。リジュがね、結構中衛、本営で使う人もおるかな、S1 だと。敵のね、前半やっぱり通常攻撃させない、猶予状態じゃねえ、臆病状態するっていうのは非常に強いので、とにかくどちらも軍武将なので、
軍武将なので、S1 とか、まあ、もちろんね、歩兵で揃えるとか、弓で揃えるとかね、同じ国、軍なら軍で揃えるとか、まあ、そういうのがいいと思いますので、まあ、リージュでしたら、まあ、軍の、まあ、策略系でも物理系でもどっちでも、リージュはね、補助武将として、使えるので、はい。本当汎用性の高い武将なんでね、自分の持ってる本当強い武将を使っていったらいいと思います。はい。りょうかさん、ありがとうございます。現在、太一が1軍、新楽が2軍、リジュが3軍にいます。ということで、これ、私のね、S2、S3 スタートダッシュ、もっと僕はの動画で伸びてる動画ですかね。1.8 万回ぐらい撮ったかな。コメントをいただきました。ありがとうございます。はい。まあ、この頃はね、このスタダを使って、まあ、その後、どう、太一、リジュ、新楽をその後どう、まあ、殲滅部隊に編成していくかっていうのは結構、まあ、問題というか、悩ましいところで、皆さん結局その後解体してですね、その3部署、いずれも殲滅部隊になかなか入らないという問題が結構ありました。はい。僕はまあ、追撃基盤のね、吸気兵で、太一時に入れて、まあ、新楽はね、最近核新楽、長期とか入れるようになってますんでね、僕も、まあ、使っております。今、山菜も取ってる。これ、このね、基盤、山菜取り行ってますけども、はい、レベル8、山菜、はい、太一時、追撃部隊で入れておりますと。あら、なぜシリが。シリが発動している。はい。ということでございました。あと、吸気兵ね、話変わるけど、官力もね、吸気兵ってなるんですよね。官力もこれ入れたら面白いのかなと思ったりしてますけどね。はい。ありがとうございました。リーシーさん。これは、バベルの、最果てのバベルのですね、マイペースにある RPG を探したので、ちょうどいいですね。とりあえず続けていこうと思います。ということで、はい。ありがとうございます。僕もね、ほんとまったりではあるんですけど、ちょっと疲れたとき、第三国志疲れたときにね、ちょいちょい進めております。うん。本当に、自分一人でね、楽しめる、ソシャゲの RPG としてはなかなか面白いのでね、今後も、ライブ配信でやったりね、動画もちょいちょい出していこうかなと思ってます。はい。立花さん、いつもありがとうございます。ライブ配信もね、ありがとうございます。お疲れですと。こんばんは、挑戦欲しいです。ということでね、まあ、官庁戦の方議定、そして官庁戦、の、まあ、妖術。軍長戦も強いし。なかなかね。僕また当たったんですよ。官僚。官僚じゃねえ。官長戦。落葉大火の、これ42様なんだけど、落葉大火で出ますからね。僕、落葉大火で3枚目ぐらいじゃないかな。でした。ということで、コメントありがとうございました。で、今日ね、ちょっと最後に語りたいのが、お前はもう死んでいるっていう今日、焼酎をね、飲んでるわけでございましたけども、まさにね、今シーズン、死にそうですもん。すべてのサーバーがね、死にそうな状況。で、初めて、まあ、7サーバー、42サーバーが全破棄され、陥落。まあ、陥落はしてないのか。はい。まあ、全破棄状態で。まあ、移転して逃げてるんですけど、で自分のリアルの関係で42サーバーがもう停止中で、今はもうガチャだけ回してるって感じですかね。1日の無料と半額をやってるというだけ、まあ、半額もやってないから、もう局が足りねえから。7サーバーも一応、東卓軍いますけど、まあ、全破棄中でも土地取る余裕も今ちょっと、まあ、ない中、まあ、1軍を、まあ、派遣して戦いながら、他の武将をちょっと育成してね、自分で今後、なんかまあ、保義点も含めて、まあ、ちょっとお試しというか、いろいろ、舞台をね、まあ、レベル6と10何個か持ってるので、そこで育成しながら、レベリングしながら、なんかいろいろお試ししながらやってるというところでございます。はい。まあ、言うても、僕の東卓軍もかなり、まあ、離脱したというか、ルローブに流れてる人とか、もうたくさんいらっしゃいまして、はい。まあ、結構、まあ、まったりしながらやってるのかなと思います。はい。で、今、主力としてやってる22サーバーなんですけど、まあ、これもね、大変ちょっと今厳しい、大変厳しい状況に置かれておりまして、まあ、その軍友、プラス東卓軍にね、今、攻められてまして、いや、きつい。
正直ものすごいきつい状況でございます。ですので、まあちょっといろいろ今後の方向性はね、同盟内で、話しているわけでございますけどもね、うん、いやどうかな。まあこっから負けている時の選択肢ってはまあもちろん限られてて、自分はもう離脱して在野となって馬を過ごすということと、最後まで同盟に残って徹底抗戦するっていう方法と、そして、ルローグとなって、最後まで戦うという選択肢があるわけでございます。はい、もちろん今このシーズンで今あのこのタクサーバー、最終的なその不利な状況でルローグという選択がかなり増えてまして、今ももうすでにルロー化している方々もいらっしゃいます。はい、今同盟でね、うん、それはもう第三者的に見ても分かるような状況でございますので言っておりますけども、はい、ということで、いやどうしようかなということでね、うん、まあ、最終的これがルローグになってしまうと、実質3つのシーズンね、3つのサーバーのシーズンが、まあ、実質まあ終了と、終了というか、まあ終了ではないんですよ。終了ではないんですけど、まあ、まったりになっていくのかなっていうことでございまして、まあ来シーズン向けてという、また、ちょっと1ヶ月以上残ってるのかな、にはなるんですけども、まあそういう雰囲気になってきた次第でございます。おっと、どうだどうだ、弱いね。レベル7土地だからね。レベル48、長期。はい。パンストなかなかね、戦争やってるとまだ、レベリングも全然できてないし、ということで、はい。まあ、今の自分のリアルな状況とも兼ね合いでもね、まあ、ちょうどいい時期かなと、今シーズンはと、ね、思っております。はい。プレイング自体ね、ちょっと甘いとこもあるかもしれませんけども、昨日もね、いろいろライブ配信でも皆さんと、まあ、その論戦じゃないけど、いろいろゲームのあり方とかね、この YouTuber としてのこの第三国志のプレイヤーとしてのね、まあ、責任じゃねえけど、情報の出し方とか、動画の作り方とか、自分のプレイングの質というものもね、まあ、いろいろ考えながらもやってたんですけども、うん。まあまあ、気楽にやりましょう。はい。ゲームですしね。まあたくさんの方が見ていただいているので、ね、まあ、そのいろんな、まあ、ご意見ももらったりするので、まあ、それもいろいろ考慮してですね、今後のプレイングに今つなげていきたいと思います。はい、まあ、22サーバ ーどうなるか、次の動画で多分ね、その時はザイヤになっているのか、ルローグにいよいよなるのか、はい、それともこの同盟に残って戦っているのか、はい、わかりませんけれども、はい、まあ、どういう形になろうともですね、第三国志やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ということで、お酒を私にやってからませんでした。ありがとうございました。